今日もよろしくお願いしますね。うん、よし。今日もいい天気ですね。うん、よし。今日もいい天気ですね。どのお仕事から始めますか？先生、私が先生のお仕事を手伝います。お菓子が大好き、特にアイスクリームと綿菓子、お菓子はありますか？先生、私は少し空腹です。おかえりなさい、先生。今日もお会いできて嬉しいです。ああ、先生。私はあなたがあなたの食事に注意するべきだと思いますが、しかし、それは大丈夫です。先生、私たちは皆、間違いを犯します。明日それを補うことができると確信していますよね。少し祈りませんか？多分私たちは私たちの食事に固執するために許しと少し力を求めることができますか？素敵な一日ですよね。食べ物については今朝簡単な朝食を食べました。いちごジャムとお茶を飲みながらトーストを作りました。実際、それはとても嬉しかったです。私は自分のお茶を作るスキルを完成させようとしてきましたが、完璧なブレンドを達成することに近づいていると思います。お気に入りのお茶はありますか？こんにちは。M9 Dev です。いかがお過ごしでしょうか？私は寒気に今まで作った作業物を2つの公募店に提出するスケジュールを過ごしましたが、先ほど見たプログラムは、そんな忙しいスケジュールを過ごしている最中に、私のプロジェクトの二次創作をしてみようかな、という突発的な狂気が生み出した産物です。公募店の最終プレゼンまで終わって少し時間ができたので、現在作っている部分まで、プロトタイプとしてパッケージ化して紹介し、配布したいと思います。早速始めましょう。説明株のリンクのファイルをダウンロードし、お好きなフォルダにダウンロードしてください。回答をしてください。マイリトルジャービスを実行するとアラナが登場します。お帰りなさい。お待ちしております。クリック&ドラッグで移動。右クリックでメニューを開き、ローカリ AI サーバーを押すと、インストールされてない場合、インストールするかどうか聞かれます。イエスを押すとインストーラーが登場します。設定を変更しないで、そのままインストールボタンを押してください。AI チャットをしないのであれば、このインストールは必要ありません。インストールしただけなので、左クリックしてもチャットが始まりません。よし。今日もいい天気ですね。もう一度ローカル AI サーバーを選択します。質問が変わりました。サーバーを起動します。問題は、このプログラム、起動完了メッセージを作っていません。初期起動なので会話オールの案内が出ますね。確認してもらいます。これくらいなら起動したはずなので、一度振ってみます。左クリックしてチャット開始。先生、机の上で少し昼寝をしていました。アイスクリームについて夢を見ました。あなたはそれについて聞きたいですか？うまく動きますね。キャラクターの変更はメニューから行うことができます。メニュー選択時に変更可能なキャラクターのリストがあり、キャラクターを押すと変更できます。AIサーバーをオンにすると、アロナ、マリー、マキサと AI 会話ができます。おかえりなさい先生。ここでずっと次の命令をお待ちしておりました。一部のキャラクターは服の変更が可能です。実際にやってみてください。作戦準備完了しました。先生、おかえりなさい先生。先生のことは待っておったぞ。先生はおとなしくいい子にして待ってますから。それでは今日もよろしくお願いしますね。待っておったぞ先生。先生をずーっと待っておったのじゃ。マウスの真ん中のボタンを押すと日常会話ができます。好きなのじゃな。構わぬ、わらわもよくやるからな。いかがでしたか？このプログラムはあくまで方向性を見せるプロトタイプです。メニューや UI は英語で固定されていますし、GPU のしおりを、プロンプト、聞こえる翻訳も設定することができませんし、既存のプロジェクトで提供していたメモリー、音声認識、画像認識も提供されません。さらに、バグだらけで最適化もされていません。しかし、可愛いです。ユニティの拡張性とか、何か素敵な言葉はたくさんありますが、そんなことはどうでもいいです。可愛いです。だからこのプロジェクトを完成させるのは、皆さんの応援と関心です。つまり、コメントやチャンネル登録、いいねをお願いします。こいつ今度はどんな変なことをするんだろうと見てくださる方々がいることが本当に大きな力になります。そして、いつもどんなことをしても温かい目で見守ってくださるメンバーシップの皆さん、こうして動画を見に来てくださる皆さん、ありがとうございます。短い動画を作ろうと思っていましたが、作っているうちに長くなってしまいましたね。最後までご覧いただき、ありがとうございました。近いうちにもう一回お会いできるかと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。